皆さんこんにちは。うわ、筋違い角得意戦法、筋違い角の五段強い。筋違い角の五段はちょっと圧を発してる。オーラを放し、もう何も言えてない。オーラを放ってるから、もうこっちから行く。こっちから筋違い角。あなたの得意戦法が筋違い角なら、こちらから打てばいいじゃない。パンがないのなら、ケーキを食べればいいじゃない。そういうこと。合ってましたっけ合ってましたっけ。そういう名言がありますよね。なんかあれ言ってる、なんか小説の話みたいな説もあるみたいな、この間調べてたら見ましたけど。何を調べてんねんって話なんですけど、あなたは一体普段何を調べてるんですかってことなんですけど、なんかそういう説もこの間見かけました。小説の言葉が実際の人が言ったみたいになっちゃってるよっていう説。歩突き、そんな手があるの。いかにも歩ついて居飛車で行った時に危なそうですけど、どうなんでしょうか。それはどうなんでしょうかって言っていくか。まあ、筋違い角をした時って、こっちが振り飛車にする手と、居飛車にする手と、どっちもあると思うんですけど、まあ、今回は居飛車で行きましょう。この歩がちょっと危ないというか、こう2筋攻めていった時に歩が近いので、それを狙うためにも、行くと。これ角一番下に引いた方がいいんかな。こっちかな。まあ、こっちかな。ここに引くとちょっと6筋攻められて、角頭攻められそうだったんで、こっちに引いて、もうあとはこっちは棒銀にして2筋攻めていけば勝てるでしょうと。そういう脳死作戦で。脳を死亡させた作戦でいきましょう。これ桂頭狙っていきたいけどな。歩ついて歩ついて歩ついて、同銀同角みたいな。いや、あれをまとめるのは相当大変だと思うんですけど、そうでもないのかな。でもな、こういうのな、意外にまとめられちゃったりするからな。多分、歩ついてきます。あ、銀上がって、ちゃうわ。銀上がると歩ついて。そうですね。これ、金上がれるようにした手で、歩ついたら金上がって、桂頭を守ろうっていう手なんですけど。いやー、それまとめきれるんですかって言っていきたいな。あれ、ちょっと動かない。玉が動かないんですけど。ちょっとすぐ攻めていく手もあるんですけど、とりあえずはこれぐらいは囲っとくか。なんか、左美濃みたいな感じで、これが銀なら左美濃なんですけど、結構これ筋違い角した時に出てくるというか狙える陣形なんですけど、やられると意外に硬くて嫌なんですよね。なんか左美濃みたいで。あー、でもそっか、それで角道止めてか。このくらい、まあそっか、今つくとちょっと金で取られる手もあるから、こんな感じで銀で解いて、歩ついて銀上がるって形目指したいんですけど、銀上がると角でなんか飛車の小瓶狙われた時に受けにくいっていう話もありそう。どういう形を狙うのがいいのかな。歩ついて同歩同銀、歩打たれて引く。歩つく銀上がり、銀上がり、角打たれて引く。はい、寄る。それもどうなんかな。でもなんか銀銀みたいな形に手厚くされると面白くなさそうなんで、ここついとくか。銀銀の、この銀銀の2枚の銀が来ちゃうと手厚くて嫌なんで、こんな感じで刺しときましょう。まあ、飛車の小瓶が開いて角打ちがどうしても狙われてしまうんですけど、とりあえず飛車寄って受ければ、まあ、受かる形ではあるので、これでこう刺しておくと。で、多分そうですね、歩ついてこっちに引けるようにしてくるんですけど、まあ、1回ぐらい玉引いときますか。1回玉引いて囲っておきましょう。あ、飛車寄りです。ああ、こっちね。こっち使いつつ、歩突きで一歩を手に入れようって、そういう感じか。いやー、なんかまとめられちゃってる気がしてきたなー。そうか。さすが筋違い角のプロ。筋違い角のプロは、見ている世界が違う。確かになんかなー。こっちの攻め駒が使いにくいか。角が確かにこれで止められ、筋違い角ってこの歩をついて止められると面白くないっていうのがあるんですけど、実際にそうな、なんかそういう局面になっちゃってる気がするな。嫌ですね。どうしよう、金寄って無理やり桂馬跳ねるとかあるんかな。桂馬跳ねても別に次桂馬跳ねれるわけじゃないから、っていうところはある。金上がって歩ついて同歩同飛車に銀上がりからなんか銀出て抑え込みに行くとか、そういうファンキーな指し方もあるんかな。
角出たいけど銀出られて角いじめられるから、いやー自信なし自信なし。いや極められちゃってるか、筋違い角の世界を、筋違い角の世界を極められてるのか、シンプルに自分が下手くそなのか。いやこれどうまとめよう、本気で本気でどうまとめるかが、私には一切ビジョンが見えない。金よって歩突き同歩同飛車歩逃げる桂跳ね歩打つ。これ一歩持たれると歩って同歩同銀で盛り上がってくる手があるんですよね。それがきつい、それがなかなかのきつさを醸し出してて、歩突いて角引いて銀では銀ぶつけられて自信ないかな。同銀同角はまずいですし、いやまあ一回突く意味あるんかな。引きますよね、引かれて金上がって歩ついて同歩同飛車、あちょまだ投了しない全然投了する気はないんですけど、投了する気は全くないんですけど、銀上がって銀ぶつけられて、いやーこれ時間もななくなってくるからちょっとわからん。手厚く刺すか、角道止まっちゃうんであれですけど、そうですよね、取られて厚かれて金まっすぐとかで上がって手厚く刺す意味あるんかな。それ、金上がってなんか歩とか上から打っといて、でも歩打たれるよな、同歩同銀で。いやー自信はないけど、こんな感じで刺すか。歩が嫌すぎる、同歩同銀で次歩打って抑え込みに来る手が。歩って同歩同銀、歩で同銀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 、銀打ちは浮かれるか。なんか無理やり銀を手に入れてとかあればいいけど、あーそういうのもね嫌なんですよね。いや真剣にまずいかもしれん、これ真剣ゼミ中学講座。歩突き同歩取る、歩成同銀、いやー歩突き同角金、逃げて歩打って同歩金、歩成金で、いやなんかここコチョコチョしに行こう、コチョ攻めで行くか。同歩なら、あ同歩もあるか、同歩もあったかもしれないけど、逃げて取ってきた角で、で金で角をいじめに行く。角逃げたら歩打ってどうですか。でもその瞬間歩なられる、で桂跳ねて、いやわからん、とりあえず打つとりあえずで打って同歩なら金すり込んでいってどうか。一応次金出れば角が詰む、ただここで疲れるね、ここで疲れる手があるね。で金出たら角出ると、いやー一歩あれば歩垂らせるんですけど、その一歩がない、きついかこれ。飛車回ったらさすがに取られてまずい、角出て歩なって飛車回る、あそういうプラン見せてく、歩なったら飛車でドンみたいな、あこれが神のプランか神のプランが見えたかもしれない、これが四間飛車。あー待って、神の構想を見せつけてしまった、これが神の将棋、新世界の神になる男の将棋。角でもそれ痛いか、そうか飛車の時に歩とかで止められて、でも同金でどうなんやろ、もうそれで辛抱するしかないよな。でも馬引かれるか、いえ待って、角出るのは、いやーまあもう飛車走るしかないか、角は香車とかで串刺しやから。でも歩打たれて同金で止まっちゃうからな、同金次金によって同金に飛車成りが王手飛車みたいな、そういう手があるんで、いやこんな人いないけど、一応銀冠のこの薄いところつけてるんで、実践的には嫌だと言ってほしい、実践的には嫌だと言ってほしいんですけど、これ絶対どっかで桂跳ねで上部脱出目指されて、なんか嫌な展開になりそうな未来が見える。まあでもそれはもうしょうがない、それを気にしていてもしょうがないので、今日も元気に指していくと。これ今日もというかさっきも言った気がするけど、同じ動画ないかな、わかんないけど、いやもうこれは引いてられないから同金しかない、もうこれは善悪ではない、善悪ではなく、そう指すしか、これ同金は、あ同馬か、引くしかないか、引くしかなしか、一応角成りが先手、一応角成りの先手、あだから止めてくる、で馬の利きで金取りと、
いやー厳しい。同金同桂同飛車でもう勝負する。でもそれ香車打たれるか。同金同桂同角も香車か。いやー金出るわなー、さえんよなー。でもしょうがないかなー。金出て歩ついて引いといて、いやーさえな。これはさえん、激烈にさえんぞ。歩で桂跳ねか。いや痛い痛いな。いや、きつ。きつ山きつ次郎か、これが。一回補強する？いや、ちょっと筋違い角のセンスが、センスなしようだったかもしれない。筋違い角のセンスなしようだったかもしれない。これ、桂跳ねで風なって勝負するか。いや、でも相手の方のこの一連の指し方うまかったな。そう指すもんですかって感じ。桂成り同金で。同桂の方がいいか。まあ、同桂は桂馬打たれていたいか。同金で。同馬同桂桂とかでも自信ないな。自信ないっていうか、負けてそう。ああ、金でね。金はもう金まっすぐ上がって、勝負しに行く。引くと香車が痛すぎる気がするんで、上がって、馬ならなんか飛車走るとか、そういう感じで、どうでしょうか。いや、神の構想見せつけたと思ったのにな。神の構想全然うまくいかんかった。そうか、でも、歩ついて銀冠から筋違い角に対してまとめに行く手があるのか。いや、でもこっちもなんかな。いや、振り返りモードになってちゃいけないんですけど、あんな構想あるんですよ。あんなとか、言い方。ああいう構想があるんですね。いやー、でも、なんかこっちももうちょっとうまく駒組みできた気がするけど、いや、まずこの局面をまだ僕は信じてますから。香車取ったら走る。銀はもう逃げるしかないけど、逃げ場所がないって話か。ここは馬。ここは同桂同桂成同金同馬は嫌ですよね。ここか。ここか。ここでどうでしょう。ここでギリギリ耐えてて欲しいな。耐えてるよね。うん。耐えてるって言って。耐えてなくても耐えててほしい。角もらえばなんか角がちょっと嫌味な王手になりやすそうなんで、相手の方の馬をいじめながらなんか刺していければいいなっていう感じはあるんですけど、あー、成りか。一応同金同馬の時に手番もらえるんで、それを生かしてどうするかって感じですか。うん、これは同金ぐらいかな。同歩。じっとね。歩成りを狙って、金打ちとか。んー、でも、銀で銀で、まあでもそれ馬入られるか。馬逃げてくれたらみたいな感じもあるかもしれないけど。一回と金でプレッシャーを与える。でも逃げられて、桂馬打って、逃げて。いやー、ちょっとなんか勝負しに、こうやって、なんか取って同金同飛車っていう手があるんで、一回、飛車取りにしていく。逃げてもらえたらまあ、ちょっと得かなみたいなノリで刺していってどうか。実際得かもわかんないし、ここで逃げてくれるかもわかんないんですけど、逃げずに刺すって相当踏み込む手なんで、あんまり形勢がいいと思ってる人がやる手じゃないと思うんですよね。で、相手の方はさすがに形勢いいと思ってると思うので、でも踏み込んできた。なんか今舌打ちみたいになっちゃった。リップノイズです。リップノイズって。ふーかな？歩に金。取って同歩歩成りってことかな。いや、踏み込むな。でも、取って同歩歩成りって角が、大手香取りの筋もあるから、あと、歩なった手が詰めろじゃなかったら、こっち飛車取った手が多分詰めろなんで、いえー、それ香成り、同飛車同金同角があるから詰まないですよね。取るけど。これは勝っててもおかしくないぞ。多分。いやーでも、これ、そっか、相手玉が相当詰まないっていう話があるか。いやーそうか、そうされた時に、でもこっちの玉がまだ詰まないですよね。飛車打って逃げて、香成り同角があるんで、飛車打った手がでも詰めろじゃないっていう説があるか。あ、でも金捨てて同玉角で詰みか。おっと、それはなんか、相手の方もうっかりしやすそうだから、それワンチャンあるかもしれない。うっかりしてください。じゃあ、そういうこと言っちゃダメなんですけど、こっちはもううっかりしてもらうぐらいしか、勝ちがないというか、でもこれ飛車で逃げて、歩なられんのか。でも逃げて。
逃げて耐えてる説ある？ない？ないって言われた。ないって言われたわ。耐えてる説ないって言われたんですけど、祈るしかない。逃げて。飛車なり？あー、積んでるか。そうか、桂馬取られて罪ですね、これ。そっか。いや、最後。でも飛車打ちの罪受けるのも難しかったもんな。飛車打ちがちょっと早まっちゃったかもしれない。これは相手の方に罪を気づかれないのを祈るしかない。これ飛車で桂馬取って同玉に香車なって逃げて馬を入られると罪ですね。まあワンチャンここで香なりで詰めろでいいでしょうって言ってくれたら金入って詰む、相手玉が詰むんですけど、これはダメですね、局面的には。お願いします、将棋はお祈りゲー、お願い。詰まないんで、詰まないですよ。あなたの玉は詰みません。だから必死をかければ勝ちです、こっちの玉に。だから強なりで必死なんで、それで勝ちです。はい。お、なんかすごいイケメンだ。あー、それでも詰みかそうか、これは同玉しかないですけど、強なりでこれも逃げるしかないですけど、いやー、最後ちょっと一瞬チャンス来たような気したけど来てなかったのかな。そこちょっと気になるとこですけど、ちょっとそれはソフト見て見てきます。はい、というわけで感想戦なんですけれども、まず最後の方ですね、終盤チャンスがあったのかっていうことなんですけれども、これまあ結構飛車取って、どこかな、これか、飛車取ってチャンスがあったかどうか、まああるように見える局面でもあるんですけど、結論をお伝えするとありませんでした。はい。ある局面、中盤のある局面を境にこっちが一気に悪くなってて、そっから右肩下がりでどんどん悪くなってました。はい。いやー、そっか、これチャンスないのか。このあたりずっと敗勢で、中相手の方にそのリードを維持されてたみたいですね。そっか、でも確かに。最後これ詰まされたんですけど、この詰みが分かってても結構受けにくいので、受けにくいというか受けはないかな。早逃げとかしても、歩成りがやっぱり大手で迫られちゃうんで、これ詰みまでありますかね。なんで、ちょっと厳しい。最後はダメだったみたいですね。でまあ、どこで悪かったかっていうところなんですけど、まあ、結構意外な局面で形勢に差がついてて、なんかもうすでに結構悪いのかなと思ってた局面がそんなに悪くなかったっていう感じでした。このあたりも全然自信なくて、ちょっと自信ないというか、どうしていこうかなって感じだったんですけど、このあたりはまあ互角だったみたいで、同歩同飛車で金上がっていけば、なんか全然させる局面、させるというか互角の勝負だったみたいですね。ただここが問題で、この歩がなんか全然意味のない手で、これが意味なくてぬるかったみたいですね。歩垂らされて、こう、と金を作る手を見せられると、ちょっとこれに対抗できる手がないので、ここではっきり悪くなってました。じゃあどうすればよかったのかってことなんですけど、歩突く手があったみたいですね。これで歩なら一応こう角を出てこっちは反撃していく手があるので、これならまあ激戦というか、これなら難しい勝負でしたね。この角のラインを見せておくのが結構大きかったみたいですね。いや、筋違い角をマスターできてない、まだ。この角の使い方をマスターできてない。まあ、こっちでも使う手を見せながら指していけば、結構、ここになれれば、この銀冠の左側、こっち側はすごい弱点というか薄いので、こんな感じでそこを狙えれば、こちらとしても難しいというかいい勝負だったみたいですね。次、馬で飛車取りに行くとかもあるんで、こんな感じで指した方が良かったと。風とか打ってる場合じゃなかったってことですね。ちょっと直通が怖すぎて、つい打っちゃったんですけど、そんなことをしてる場合ではなかったと。で、反撃に行って、途中なんか難しくもなったかなっていう気がしたんですけど、一切こっちが良くなるってる局面はなかったですね。悲しすぎる。悲しすぎる。なんかここら辺、一瞬一緒なれる形も見えてきて、なんか、うまくいけるかなと思ったんですけど、ふーって同金に桂跳ねっていう手順がうまかったですね。同金は同馬って取った時に飛車が慣れないんで、引いたんですけど、歩じっと打たれて。これが馬の利きで金取りになってるんで逃げたんですけど、じっと馬引いて。で、金固めたんですけど、じっと桂馬取っといて。後々この桂馬で攻める手ができてるので、このあたりの手順で、
実践的にもちょっとはっきり差をつけられてしまったかなっていう感じがします。まあ最後はこっちの玉が綺麗に詰まされて負けになったっていう将棋ですね。いやー、そうか、角をな、左に使う手を見とかないといけないですよね。そうですね、ちょっと筋違い角マスターへの道がまた近づいてしまったかもしれない。角の使い方を覚えたことで、まあまた機会があれば使っていきたいと思います。